やいやさちょっと今日めっちゃ緊張して、ほんまに視聴者の皆さん、はじめまして、はじめまして、ピアニストの樺木菜と申します。YouTube で一応、そこそこと活動させていただいておりますが、視聴者の皆さん、ちょっと今お伝えしたいことを言っていいですか。今日初めて千秋さんにお会いしたんですけれども、衝撃の可愛さ。いや、でも、私のチャンネルやのに、なんかユナさんと話させてしまって、全然。ユナさんはいつから YouTube してるんですか？8月に初めても覚えてて、はい、2年前か、3年前かな、コロナのちょっとが、間から失礼します。多分一緒ぐらいかな、たまたま、じゃあ、丸3年経ったぐらいですかね。いや、もう今度はちょっと、これ言わせて、次で始めますね。だから最終的にも、があるけれども、最初のファーストコンタクトと演奏感をちょっと身近に感じてもらえたら、ちょっとそう、とっつきにくいみたいなイメージがあるのかなと思って、やっぱこう、ドレス着て、演奏するね、で、まあ、舞台終わったら去っていって、その楽曲に関わる、まあ、生活が見えてくるのかなと思って、ね、まあ、それがいいのか悪いのか分からんけど、私は全部見てていこう。なんか面白いかなみたいな。めっちゃ面白いです。感じで、でも、深く考えるとか、そうですね、まためのもっと立ち飲みとかな、敵もこういうのもあるしな、めっちゃ考えて始めたっていうよりは、なんかやってみようみたいな感じで始めました。私もちょっとだけ、さあ、この子とか、明太子作ってたので、はい、明太子チーズせんべいと、昨日、どこやったっけ、吉祥寺かな、結構有名。やっぱりなんかクッキーをいただきましたし、それでこの後紅茶屋さん行ったらめっちゃ美味しいジャムがあって、で千代子さんマンゴー好きですか？だからマンゴーアイスめっちゃ食べてはきました。だからマンゴーのジャムもありませんか。またあの動画で食べます。そんなこと大したもん。ありがとうございます。気づかれたか、あれですかね、私たちがなぜ知り合ったのか言ってなかったですよね。私はちょっと皆さんの YouTube、 皆さんのこと知ってて、嬉しい。で、YouTube を拝見してて、一斉に送って、でそこからもらってもらって、そこからメッセージさせていただくようになって、で今回私が東京に行くっていうので連絡させてもらって、こういう感じで叶いました。念願のです。私、みなさんは東京に今住んでらっしゃるんですけど、ご出身は関西ということで。そうですね、滋賀出身です。関西弁でバリバリです。あの関西弁がどこに住んでるかおらないんです。関西の人はあの関西弁じゃなかったら、もし歌なんとか言うんじゃない。売ってる人たまに見かけるとか歌ったら分かった。なんかでも、私なんかご結婚されてて、で先週で撮されていらっしゃるし、はい、YouTube もされて、何時間も待つっていう感じで、ピアノがすごいな、極太の足で。私の視聴者さんは、やっぱりあげんちゃんがピアノ弾く人やからみたいな感じで、更新なかったら、あピアノ弾いてるなみたいな感じでこう分かってくださってる方が多いんで、それはすごいこうありがたいな。ありがとうございます。はい。So when you get these sits again. ということで、先ほど、あんまり撮影できる空気ではなかったので、一旦食べまして、2軒目行きました。さっき何を喋ってたか忘れてなかった。喋っては、お料理を食べてみたいな感じやったんで。
美味しい。いろいろと気になることもありますので、はい。リノさんがそのピアノを始められたきっかけとかって何かありますか？あ、もうそれは全然覚えてなくて、やっぱ覚えてないですよね。覚えてない。そうですね、私の場合は2歳から始めてた。そう、始めてたらしい。もう分かんないです、覚えてないから全然。それはお母様があれですか？なんかそうですね、母が、まあ、趣味みたいな感じで、まあ、ピアノが好きで、なんか昔その母の父が結構早くいなくなってしまったので、それがまあ原因というか、もう音楽の道は本当は進みたかったけど、その時期が重なって進めなかったっていうのがあったので、まあちょっとこう自分の娘には音楽をさせたいなみたいな歌があったと思って、でもそれで、ね、無理やりこう続けさせようみたいな感じの親がいなかったんですけど、まあ、2歳からとりあえずやってみようみたいな感じでヤマハを、それこそリズムに合わせてなんか踊ったりとか、そういうなんか写真、証拠写真みたいなのが残ってますけど、もう記憶は全然ないです。何時間ぐらい勉強する、あの練習するんですか？理想は8時間で、今ちょっと8時間、いやでも本当にちょっと自分がおかしくなってた時とか、例えば受験前とかはもう本当にずっとです、ね、10時間とか10時間。まあその1曲って何分ぐらいですか？例えば、曲にすごい曲によると、何やろ、長いもので30分超えたりとか、でも短かったらそれこそ練習曲だと2分とか。さっきもちょっとあのチアゴさんと2人でお話ししてたんですけど、近いよ、共通点絶対いっぱいあるけど、なんかこうもやがね、お互い気になるところとしてあるのかなっていう感じで盛り上がってましたけど、盛り上がってましたね。バレエって音楽がないと、やっぱバリエーションでオーケストラとか音楽がないともちろん取れないので、なんか協力していきましょう。行きましょう、一番こう多いかなって思うのは、やっぱり並行して基本的にはレッスンを教えつつ、年に数回リサイタル、自分の演奏会したりとか、本当いろいろですね、アンサンブルの専門を極めたりして、それは少なくてもアンサンブル歌の方たちとか、それこそバレエ団のダンスとか、海外だとコレケティっていうのを、それも伴奏になるんですけど、そういうプロの方もいらっしゃるんですけど、いろいろ思って感じですね。ずっと勉強は続くもんと思ってるから、そういう意味では謙虚な立場でいたいと思って、これで勉強し終わりましたみたいなことはないと思うので、この間卒業されましたけど、はい、大学生であり、なんとも笑っちゃって、タコの笑ってみたいな感じで言ってましたけど、なんかしんどいとかないですか？全然ないです。なんか逆に自由にやらせてもらいすぎて、やりたいことだけをやっていこうっていう風に20代後半ぐらいで思って、なんか最初は生きていければ何でもいいって思ってただけど、だんだんそれがこうどれ誰かな、選べるようになってきたじゃないけど、選べるように頑張ろうみたいな心があったりする。なんか難しいですけど、本当に何でもやりたいって。でもそれが全部嫌やったからやめた。なんかそのマイナスな経験だったってことは思ってなくて、自分が本当にやりたいことが分かった。いろんなことをやったから、あ、自分はこれがやりたいなって分かる。例えばずっとピアノ、ずっとクラシックしか弾いてなかったら、なんかなんとなくそれを弾いてるって感じになるんですけど、いろいろあったから
自分はこれが本当にやりたいことっていうふうに分かってて、すごいこう、まあ、ありがたいというか、そのどういったらいいか、今一応私は他のジャンル、音楽のジャンル、例えば今私はクラシック専門でやってますけど、ポップスだとかジャズとかそういう曲もいっぱい弾いてきて、そういう曲を演奏する人をすごいリスペクトするがゆえに、私はクラシックで行こうと思って、なんかジャズとかちょっと手を出してみようと思ったんですけど、やっぱり難しい、すごいこれすごいなと思って、全然こう 見てるようで違うというか、違う能力が求められているので、それがあやっぱりジャズで専門でやってる方もすごいし、それこそボーダーレスでいろんな曲が好きな方もいらっしゃるから、なんかそういう方とかすごいなと思うがゆえに、クラシック自分はクラシックでやっぱりこう12とかなんですけど、別にそのそれらそういう音楽もちろん聴きますし、好きだし、聴きたいとももちろん思うし、ギリって結構誕生日会の演奏の仕事とかで知らないので、なんかそういうのはすごいこうやりがいがあるから、例えば日本ってお誕生日会ってなんか周りの人がサプライズするみたいな感じなんですけど、感じがあるじゃないですか。けど、まあ、ドイツはその本人がどっちかっていうとみんなを招待して、例えば85歳のお誕生日とか90歳のお誕生日にピアノ弾いてほしいって言われて、すごい喜んでもらって、そういうのはすごくやりがいだし、何かの役に立ってるっていうのが好きなのかなとは思います。自分の音楽で誰かの人生のちょっと1ページに何かできたら、そんなありがたいことはないなとは思って、そういうところになっちゃった。なんかドイツの誕生日のパーティーを本当 CD じゃなくてよかったって言ってるやつで、ね、最近その生演奏じゃなくて CD でいいやんとか、そう思われたりすることもあるんですけど、あなんか生演奏で喜んでくださって、だからなんかその代わりすごいなんかこの辺で写真とか撮れました。弾いてる時になんかすごい見つけないんですよね、写真とか撮られて弾いてる時になんかそれなんていいとこなのみたいな、あの弾き語りできないタイプなんだなって思う。そういうのもちろんいいな、使命やなとか思ったり。皆さんは YouTube をされてて、本当に何かこう言われたりとかあるかないかで言うと、ないではないですよね、やっぱり、ゼロではない。だけど、多分私の視聴者さんはすごい優しい人が多いんやろうなって、なんとなく感じてて、多分めっちゃ少ない方だとは思います。それは本当に恵まれてるなって思うんですけど、ずっとこう、通してとか、見てくださってる方は、みなちゃんはピアノがやりたい人だなとか、結構分かってくださって、見てくださってる方が多いと思ってるんですけど、ちょっとバズった。見てくださる方は、やっぱり、芸人みたいな、言われて、でもやからこそ絶対うまくやろうと思うし、ピアノの実力は絶対ちゃんと勉強続けて絶対うまくなりたいと思うので、ちょっとそれも自分にプラスになってるんで、ガチですと思います。なんかシビアな話に演奏会をします、チケットが売れないですっていうこともすごい多くて、それをじゃあチケットをやっぱり売りたいじゃないですか、売れてほしいって、まあ、自己満足で通って弾きたいだけやったら別ですけど、やっぱりお客さんに来られたら自分の見たいと成り立つわけであって、そのためには自分がどういう風に発信していくかっていうのを伝えるし、公演をやるってお客様の存在ってすごいありがたいと思うので、そういうなんか活動でも時間を割いていかないといけないそこで始めます。なんか理解がにコロナ
かになってから、なんかそういうご意見とか、成長っていった感じがあって、なんで、言われると、そう言われるようにまた自分で思いつつ、で自分はエゴサーチの形じゃないんで、言われてるかわからないけど、ちゃんとお昼ぐらいの時には直接の方が綺麗なのかな。そうなんか YouTube なんかやるなよみたいな感じでは記憶にはなくて、ただ記憶から抹消してる可能性はあるんですけど、嫌なことは忘れるんで、それが今ってなんか私はすごいこうそれぞれの役割があるって勝手に思ってて、私はそんなこと言ったらそうに思われるかもしれないし、私が有名になりたいわけじゃないというよりは、なんか私がきっかけでクラシックっていいなって思ってもらえたりとか、またピアノをやってる人かなとか始めてみようかなって思ってもらえたらすごい嬉しいし、私は演奏じゃなくてもいいみたいな、私をきっかけに楽しんでいいよって思って、他の一般素らしい奏者がいらっしゃるので、そこにこう興味をもらえたらすごい嬉しい。そのこう橋渡し屋みたいなをちょっときっかけに自分が慣れたらそれはすごい嬉しいのがあるので、まあ、音楽の世界をどう広げていくかって感じで、自分できることはすごく進めて、ピアノだけ練習してて、あの集客とかが苦手な方がいたら、それはすごい例えば芸術を極める役割の人がいたり、知識がすごいある人がいたりとか、すごい 広める役割の人がいたり、クラシックとポップスをうまく融合して、いろんなたくさんの人が伝えるという役割とか、自分の役割を担っていると思ってて、自分のやりたいことと自分のできることっていうのを探しておりっていうので、何の質問でしたっけ、忘れた、何の話しないか忘れましたね。100人クラスに好かれることは無理だけど、誰も傷つけないように気をつけてるつもりで応援してくださる方に恩返しと楽しい時間を少しだけ、一度が10分とか20分とか、なんかりなちゃんの動画見てよかった今日もとか思ってもらえるような動画ができたらいいかなみたいな感じで、はい、はい、ということでもう時間も遅くなりましたので、はい、もうあっという間でしたね、本当に一瞬でした。ありがとうございました、リノさん、急に今日は撮影をしまいまして、ありがとうございました。またぜひどこでも会いましょう、世界中世界中ね、はい、ね、会うかもしれないんでね、うん、それでは本日もご視聴ありがとうございました。部長5チャンネルに出てくださったリナさんにぜひぜひグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ。Lucky, lucky, lucky me.